ドボルザークの弦楽史重奏曲第12番へ、蝶長作品 96B179 アメリカは1893年に作曲された弦楽史重奏曲。ドボルザークがアメリカ滞在中に作曲した作品で、彼の室内楽作品中最も親しまれている作品の一つである。1892年9月、ドボルザークは、 ニューヨークナショナル音楽院の院長としてアメリカに渡った。彼は黒人霊歌やアメリカ先住民たちの歌に興味を持ち、黒人霊歌の編曲者で歌手であったハリー・サッカー・バーレーを自宅に招いて歌を歌ってもらったり、大衆的な歌謡賞であるミンストレル賞のためにホスターが作曲した歌曲にも興味を持っていた。 こうした音楽が彼のアメリカ時代の作品には大きな影響を与えている。その代表作が前作の公共曲第9番であり、本作であり、後に書かれるチェロ競争曲である。彼は1893年5月に公共曲第9番、新世界よりを書き上げ、アメリカでの最初の夏季休暇をチェコからの移民が多く住んでいたアイオワ州スピルビルで過ごすことにした。 音楽院でバイオリンを学んでいた学生ヨゼフ・ヤン、コバリックの父親の家に招かれたのであった。この地でくつろいだドボルザークは、コバリック一家が演奏するためにこの作品を驚くべき速度で作曲した。1893年6月8日に着手すると、わずか3日間でスケッチを終え、6月23日には完成させていた。1894年1月1日。 クナイゼル弦楽四重奏団により、ボストンで初演された。演奏時間は、全曲で、約25から30分。これは、彼の弦楽四重奏曲中、三楽章形式の、第4番に次いで短い。作曲家別名曲解説ライブラリー6、ドボルザーク ISBN42 億7601万462。ありがとうございます。